したい。リセさん、ごきげんよう。ごきげんよう。約束の調査、その第一回目をまとめておいたわよ。ありがとう。ええ、今から説明するわ。タミエさんも一緒にお昼食べない？うん。旅行ってほどもないけど、日帰りでいろんなところに写真を撮りに行ったわ。まあ、うちの中ではそうかもね。でも相変わらず宿題が多いからな。結局は家の机にへばりついていたわよ。でしょうね。羽目を外しすぎないようにってね。君はどうなの？羽目は外した？なんだ、男の子なんだから海にでも行ってビキニの女子相手にブイブイ言わせればいいじゃない。ちょっとタミエさん、変なこと言わないでちょうだいな。え、変なこと？そうかな。だって浜寺族になってみなさいよ。女子はもちろん男子の目だって釘付けよ。硬いわ、相変わらず。カッチカチね。これならドスも通さないわね。もしくは刺さった後筋肉を締めて固定できる。タミエさん、ベタベタ触りすぎよ。リセさんもお触りしてみなさいって。カッチカチだから。人間お触り自動だわ。いいわよ。うん、さっきのお話の続きだけど、せっかくの夏休みにずっと部屋の中いる方が微妙じゃない？それは、まあそうかもしれないけど。でしょ？リセさん、海とか行った？ううん、全然。ま、あなたは行かない方がいいわね。美白がもったいない。で、マサヤさん、宿題は？たんまり残ってる？すごいじゃない。あれってうちらにとっても結構大変なのよ、賞味の話。じゃあ結局暗い夏休みだったってこと？そう、ならよかったわね。
それで調査のことなんだけど。ごきげんよう。あ、マリカ様。ごめんなさいね、お食事のところ。いえ、すぐに行きますから。今日は激励に来ただけなんです。激励？一学期の最後にも言ったように、これからはいよいよ我が校の行く末を決めていく流れとなります。これから律子のところにも行って同じことを伝えるつもりですが、アソシアシオンの回答としてお互い力を出し尽くしてくださいね。はい。そして学校をより良い方向へと導いてください。私は今年で卒業ですからね。あとは託すだけです。私になるにしろ、リツコになるにしろ、マリカ様の後継となると大変です。頑張ってくださいな。では、ごきげんよう。ごきげんよう。いやマリカ様って、前よりもかえって威厳が出てきたわ。マリカ様も元気そうでよかったわ。あの嵐の夜は本当に寿命が縮んだし。うん、今なんかテーブル揺れた？そう？気がつかなかったけど。さて、調査の話ね。マサヤさんの支持率調査は生徒会の方でしてくれたけど、変革に関する意識調査はそうではないの。それで報道部にお願いしたというわけ。結果はこれに。言えるのかしら。確認するまでもないけど、46票というのが。まあそうよね、2学期からがスタートですもの。それを思えばある程度は基礎票があるってことだわ。ところで、私の立場を伝えておくわね。私、賛成派。あら、そうなの？嬉しいわ。最初はピンとこなかったんだけどね。もう、まんまとソレイユデコールの悪知恵に乗せられちゃったわよ。何よ、悪知恵って。だって、男子もなかなかいいもんじゃない？私もボーイフレンドが欲しくなってきたわ。ダメよ、マサヤさんはって言うと思った。え？だってマサヤさんってどうも白百合会とか紅バラ会の面々に唾をつけられているような感じだもんね。唾ってね。
それでカメラ修行のついでに出会いっつうのでも探してみようかと思ったんだけど、なかなかね。無理だったの？難しいわね。マサヤさんがハードル上げちゃったの。ハードル？彼を基準にもっと素敵な男子を見つけてやろうなんて思ったんだけど、ちょっと無理だったわ。それはそうでしょうね。そんなわけで、これから週一でレポートを上げていくから楽しみに待っていて。ありがとう。夏休み中のイベントで多少は上がっているといいんだけど。ういん。いよいよ新学期がスタートしたわね。気合が入るわ。何しろ2学期はイベントが目白押し。アソシアシオンもそれだけ活躍の場があるというものだもの。体育祭に文化祭、そしてシャンドノイル、腕が鳴るわよね。静まっちゃって。いえ、あの昨日今日あたりでしょうか、リセさんがやけに生き生きしていると思いまして。あら、そう？朝食の時なども、私おかわりをするリセさんは初めて見たような気がします。あら、やだ。それはたまたまよ。私、大ぐらいなんかではなくてよ。もう。何かいいことでもあったのですか？何かって、だから今も言ったように、2学期はイベントが連続するし、私は白百合会の会頭として。またまた、リセたらそれだけじゃないでしょ。な、何がですか？私知ってるのよ。28日、隣町で夏祭りがあったわね。ちょっと遠いし、うちの人たちはあんまり行かないけど、その日あなたは寮にいなかった。そしてマサヤ君も。ということは、これが意味することは、ちょ、な、何言ってるんですか、彩香様。あ、私たちはそんな。ま、いいけどね。いくらファミーユとはいえ、プライバシーは尊重してあげなくちゃね。ではプライバシーなんてあってないようなものというか、誰もそこまで気にする概念ではなかったけれど、今は男子がいるんだもの。それは何かとあるでしょうよ、いろいろと。な、何があるって言うんです？だから、いろいろよ。というか、むしろリセの方が詳しいんじゃない、そういうことは。とにかく2学期が始まって、
私気合が入っているんです。それ以外には特にないわ。はいはい、まあそういうことにしておくから。はい。それにこれから忙しくなるというのも本当ですからね。そう、でもサポートだけじゃつまらないわよね。独自の活動もあるわよ。サツキ祭を思い出して、あの時私たちどんなことしたかしら。何をやるかみたいなことを話し合ったわよね、確か。ウィつまりアイディアの提案や、みんなにやりたいことがあるならそれを集約したり。でも去年まではアイディアなんてどちらも似たり寄ったりだったわ。そうですよね。パン食い競争をやるか、それともスプーンレースをやるかなんて、そんな程度だったように思います。今年はもちろんそうはいかないわ。きちんとした対立軸を作らなくてはね。というと？私ちょっと考えていることがあるんだけど。そろそろ30分経つわね。続きは明日にしましょうか。声かけられたくらいでそんなにビクッとしちゃって。女子ばっかりの中に入っても居場所がないだけじゃない。あのさ、あんた、リセさんと夏祭り行ったんだ。
あのさ、マサヤ、私聞いておきたいことがあるんだけど、あんたってさ、やっぱり、なんでもない。私、今度の文化祭は解放をテーマにやってみたいと思っているの。解放？解放？解放？マサヤさんと千穂さんに一つ質問があります。ん？二人がうちに入る前に行っていた学校で文化祭の様子ってどうだった？どうっていうと？具体的に言って、お客さんって来てた？お客さんは来てたよね、普通に。それよ！にぎやかで千客万来、それがきっと文化祭の普通の姿なんだと思うわ。普通というか、あえて言わせてもらえば、あるべき姿といったところ。対する万千のはどう？両者を比較できる千穂さんにお尋ねするけれど、去年の文化祭、あなたはどう思った？そうだね、比べてみると寂しかったかな。お客さんが少ないから。いいえ、一般客はお断りしているからよ。さすがに生徒の家族は入場を許可していますけどね。でもそれだけでは寂しいのは当然だもの。つまり理性としては、今年の文化祭は外部のお客さんも招こうっていう、そういうつもりなのね。はい、来年の共学化に向けての地ならしとしてというのが私からの提案なんだけど、みんなはどう思う？いいんじゃない？うん、にぎやかで楽しそうですね。そう、賛同してもらって嬉しいわ。マサヤさんは？じゃあ、文化祭において白百合会が掲げるテーゼはそれとして、問題はどう実現するかよね。ですね、できますでしょうか？校長先生は当然反対するに決まっているわ。きっと青筋立てての大反対でしょうね。ということはボートね。ウィマサヤくんね、そうは言うけどそんなに簡単なことじゃないわよ、これは。だって長年の伝統で、結局人の意識ってそうそう変わらないわよ。私も同意見。マサヤさん、忘れてはダメよ。来年の改革に関してまだ反対派の方が圧倒的なのだから。Thank you.
ってみんなの意識を変えていくかですが。開かれた文化祭にすることでどんなメリットがあるのか、どんな風に楽しくなって、前までと違ってどの点がいいのか、それをアピールするのが手っ取り早いんじゃないかと思うの。メリットですか？なるほど。その反応、何かグッドアイデアがあるというわけね。いえ、単なるノリというか、誰も乗っていないじゃない。それもそうでした。じゃ、ルリコさんからどうぞ。ええ、文化祭での出し物といえば、私はパン作り部は当然パンをお出しします。ライブのお客さんをお招きするとなると、たくさんの人に味わってもらえますよね。それが大きなメリットではないかと。というのは、毎回同じ人にお出しして、それはそれでやりがいがありますが、たまには違った意見ももらえたらと思ったんです。なるほどね。うんうん。じゃあ次は私ね。って言っても、ルリコさんと同じような感じ。結局、普段相手にしないような人を相手にできるのはいいんじゃないかと思ったんだけど。うん。チッチッチッ。甘いわね。というか、二人とも人がいいわね。そんな当たり前のことじゃん。フィウドラ・ヴァン・センヌの頑なな心は溶かせないわよ。かもしれないですけど。綾香様には何か考えがあるんですか？もちろん。ところで聞くけど、外部のお客さんって女性はもちろん男性もよね。あ、当然そういうことになります。驚愕家の地ならしなんだから。だったらこれ以上のメリットはないわね。ズバリ言って出会いよ。そういう細かいことは言わないの。だいたいね、マサヤ君もいけないのよ。毎日毎日マリア家に入り浸っちゃって、君に恋している女子はきっと陰で泣いてるだろうな。恋って誰が？ああ、安心しなさいな。あのソレイユデコールががっちり首根っこを掴んでいるんだから、誰も奪おうなんて思わないわよ。あ、私はそんな。違うっていうの？違いませんね。もう勝手に答えないで。だって結局のところ、マサヤさんは白百合会の回遊第1号なのだから、それは行動を共にすることも多いわよ。それだけかしらね。で、そんなに、その、マサヤさんに恋している人がいるんですか？うん。誰？例えば？いえ、そんな気がするってだけなんだけど。
焼きって、もう彩香様ったら。ともあれそういうわけだから、端的に言って雅也君は唾がついているわけよ。そうであれば次の出会いが欲しいなーなんて思っている人だっていそうなもんじゃない。どうぞ。ごきげんよう。あら、美月さん、何か？今のが白百合会の答えということ？盗み聞きしていたの？人聞きが悪いわね。紅バラ会とバッティングしないよう聞きに来たら聞こえてきたから尋ねる手間を省いただけじゃない。一応はさつき祭の時と同じ配慮をしようと思って。でもそんな必要もなかったわね。だって2学期になってあなたの方はどんどんと求心的になっていくのでしょうし。でしょ？まあそうね。白百合会の案は要するに文化祭を外部に開かれたものにするということなのね。ええ、了解。ならもちろん紅バラ会としては従来型の文化祭を提案するわ。ところで彩香様、雅也さんに恋している女子なんて特にいませんよ。そう？美月なんか怪しいけどな。私は男なんて、まあ私のことは置いておいて、あなた結局他の人とはあまり話そうとしないものね。喋りたいの？そんなに。それはそうだったわね。それじゃあさすがに無理よ。雅也さん、あなたもったいないことしているわよ。ちょっと美月さんから変なこと言わないで。変？そうかしら。ま、そういうわけですから。求心的なのは大いに結構ですが、実際は難しいと思いますよ、彩香様。そうかな。大体出会いなどと言われましてもね、それ自体はっきり言ってピンときませんもの。そうですね、私男女交際というと真っ先に浮かぶのが夕焼けの海岸です。夕焼けの海岸？キャッキャッウフッと笑いながら海岸を走る、これが恋ではないでしょうか。そうね。ま、せいぜい頑張ってちょうだいな。言われなくてもそのつもりよ。怒らない怒らない。美月の言うことも一理あるか。ということは出会いをアピールしても特にメリットとしては受け取られないと。雅也君は男のフェロモンを振りまいてくれないから下地ができていないのよね、結局。
今からでも遅くありませんよ。今後は裸で投稿してください。男女交際か。前の学校ではカップルがいて早いなーなんて思ったもんだけど。それだけ？ん？いえ、早いって早熟ってことよね。感想はそれくらいだった？そうかな。特に羨ましいとかはなかったけど。そう。でも羨ましいと思う人が出てくれば、それにはカップルが、しかもベストな。あ、そろそろ時間ですね。続きは明日にしましょうか。あ、ええ。出会いのメリットをどうすればみんなに実感させることができるか、それが私分かったの。それはやっぱり男女交際の素敵さにかかっていたのよ。セナにはカップルが必要なんだわ。それもベストカップルよ。そんな二人が学園に現れるとするでしょ。するとそれを目撃したフィードラ・バンセンヌはこう思うわね。ああ、恋ってなんて素晴らしいんでしょう。ならここに。私たちなら、私たちならきっとベストカップルになれるはずだわ。マサヤさん、付き合ってくださるわね。
恋人ごっこに